のチャンネルレーザーよみ、はい、すごいなよみですけども、何ですか、せーの、はい、加藤川書店から届きました。あの桜タウンでね、注文したんですよね。はい、さあ開封動画です。これね、おお、これね、さあどうですか、これね、うん、みんなと一緒に見ようと思ってね、ね、楽しみですね、開けようと思って今日持ってきたんですよ、皆さんのために開けましたぞ。それあの予約特典もそんな書いてるんだっけ、多分ね。ね、そうだよね、確かね。うん。多分。おー、楽しみ。おー、すごい。すごいです。特典付きですか。あ、これはワンちゃんのあれですか。これ。ワンちゃんのあのシート。何？引くのこれ、ワンちゃんのところに。え、大丈夫？そうだよ、これ引いてるよ、キャスティ助かるっすよ、これ。何が引けるから、ほら、暴れるから。暴れる、そう、ケンちゃん、ミーか、そう、ミーキちゃんが特に暴れてる。チワワだってよ、そういいね、おしゃれだよ、チワワ2匹もいるから、そう、かわいいよね、チワワ。3人目を探してますけどね。3人目はキロ。あ、ついて来て、来ました、現地ドミノ。もうちょっと下かな。そう、これ、来たー、これ、やばいですよ、これ。桜タウンに行かなければ、だから、HMV とかで通販した人は別の写真だけど、これは、桜タウン、現地に行って予約しないと、撮れないシアンの、うわー、これすごいね。すごいです。来ました。ポストカード。で、これは、これはですね、はーい、シアン。一部ね、現地で見たんだよね、何個かね、うん、遠くまでとかのね。かっこいいっすね。かっこいいっすね。さあ、どうですか、シアン。もうできれちゃったらしいね、それね、重版してるのかな、今ここどこを見るといいんだけど、この写真が、うん、あー、それあの動画で出てたね、ファッシモンみたいな感じのさ、シアンのどこだったんだろう、ね、俺4本動画出てるよ、確か。あの気になる方は YouTube で、あのビーズの、お、あれ公式 YouTube、 これ稲葉さんのさ、あのあ、桜田の人、それね、桜田の人のね、それね、この前が考える人って感じですね、いいですね、いや、井上さんのね、作品集いいよ、これ見て、これ多分ね、うん、なんかね、楽譜だな、あー、ほんと、何の曲だろう、タイトル書いてる、いや、読めない、いや、ほんとにあれかな、そっから変わったのかな、もしかしたら、でも、風に揺られる思いを抱き、抱いたままとかさ、仮歌状態かな、うん、多分なんか、書いたものをちょっとまだ逆算してるよね、理由で書いた、あ、皆さん、あれか、ビビジョンプ、あー、ビビジョンプなんだ、あー、やっぱね、スタッフチャンネルといえばね、ビビジョンプもあれですよね、カズカズチョップですよね、カズカズチョップ、これね、稲葉さんはね、うん、1980年デビューからした時に、ね、うん、もう35周年迎えて、うん、稲葉さんはビーズのほぼ全て楽曲で、作詞を仕上げたんだけど、そうなんですよ、もともとアランさんがちょっと書いてるからね、曲を。それで、うん、ソロとユニットの制御電話を合わせると、うん、400ミリオンまで新しいんですよ。すごいね、そう、初期はね、アルバムのアランさんが書いてるから、間に合わなかったんだって、10曲結構かな、見てるのに。稲葉さんもね、まあ、あの、うん、くそーとは日々だったってよ。ねえ、うん、いいですね、うん、曲をね、1曲作るのには相当時間がかかるからね、うん、ね、太陽の魂も売ってるよ、出てた、あコスギエンジェル、コスギエンジェルだよ、コスギエンジェル歌ってくれるのかしら、今回ね、歌ってくれるの、コスギエンジェルあるかしら、あるといいね、皆さん、ハルシミアリですよ、あー、その辺やるかな、アドントリオブビもあるね、すごいね、多分ハルシミアリ、多分あの
アンコールやってるよね、うん、いつもやってるの、うん、ファーストツアーあるからな前見てもね、あ、モーメントも歌うかな、うん、モテるね、あ、やってほしいね、意外とやらないからな、やってくれてほしいわ、そのこと俺、レーザー超えちゃってほしい、絶対に今回は、うん、ライブファントム、あー、やってほしいね、ナオミアルブもある、あの、名曲一瞬全部と、あのもう一曲なんだっけ、一瞬全部と、なんだっけ、もう一曲なんだろう、もうなんか一瞬全部と、もう一曲、なんだっけ、あー、あの、ベスト10に入ったやつ、そう忘れちゃった、アロン、アロンとかやってないけど、やってないんだよ、まだ、あのライブファントム行ったんだ、なんか眠れないの誰のせいでは、あ、それソロの言ったんだね、そうだからね、眠れないでしょ、うん、眠れないじゃない、それは何もないだ、眠れない、眠れない、マグマに入ってるどっちも、いっぱい入ってるよ、だからもう稲葉さんの曲だけでは結構も入ってるけど、そうね、ビーズの歌も入ってるんだもんね、それね、それ欲しいな、これん、これライライライ、あ、ライアライア、うん、難しいね、結構夏だからさ、あ、そのコーリングも良かったよね、あそこね、ファイアボールの時見たよね、また未完成の方のね、うん、面白い、今回完成形やってくるよ、うん、ね、あと何がいいんだよ、多分ね、これね、これ絶対これ寒いや多いな、今、あー、やったね、いつかもやったね、あの時に、あのニューラブの時もやったよね、でもそれと思うんだ、いつもこれやってるよ、やっぱりセットの音だから、で、あと、うん、あとはいいね、あのオリンピックだと、うん、あの、ね、はい、もうすぐさ、フランスでさ、うん、やるじゃん、2024年、夏の、欲しいね、あれね、だからフランスでどうかわかる、あ、どうなの、って書くんだって、あ、そういうことね、感じね、で、フランスって読むんだって、リードそれで、高校の時分かったんで、うん、試験出たんですよ、筆記試験で、しもうかな、ピーピーピーってって、まあ結構一回あるんで、まあ見せちゃうときついんで、そうだね、まあ、まあ、レーザーはこれはね、あの角部から文化だけど、そうレーザーはもう一回のリアのものがあるから、そうですね、それは8月の分ですね、そうそう、これさ、バッシュなんだけど、赤い人って知ってる、ああ、ソロの子だかな、これ多分結界師のエンディングテーマとかになってたんだけど、なんだっけ、で、今日共鳴しますよ、アニメの切り返したね、やつね、まあでも結構見せたんじゃない、やっぱね、今回歌われるユナイトだってね、もう乗ってた、違う、うん、違う、今回はでもやんないんじゃないの、やんないじゃん、ユナイトだけどね、でも行ったから、でも違うね、よくありね、よかったよね、この無理だな、あとまあ、まあね、今度特装版の方ね、そうちょっと今はゲットできませんけどね、そう、これよりはね、もう手に入んないからね、うん、ということで、うちらビーズに関しては30日に有明アリーナに行きまして、はい、8月の20でしたっけ、うん、ね、アジスタですね、アジスタ楽しみね、アジスタは何、いつ見るの、アジスタって行ったことないんじゃない、多分行ったよ、ね、だって武蔵野の森じゃん、え、前行って行ったよ、違うじゃん、前行かなくて、あの反対側、武蔵野の森ってこっちのホール、あ、違う、そう、あの扱ったやつがね、大丈夫、うん、今度反対側、うん、涼しいといいんだけどな、ねえあれはちょっときつかったな5月であんだけヤバかったから8月ヤバいじゃないの、もっと多分ね、俺の校舎に2人ね、車で行ったんだけど駐車場間違えちゃって、うん、あとほら、今回ビーズのアイスがあるじゃん、氷、あれを飲みながら行けばいいんじゃないの、あれってあのビーズカフェで売ってるやつ、スターズカフェで、あ、そうね、うん、あ、それはね、なんか現地ではあのキャッシング式らしいなんで、ね、そうなの、あのキャッシュレス、うん、ペイペイと現地以外の決済、ペイペイなんかああいうのも使うんじゃない、あの交通系スイカとかパスモとかも使うんじゃない、多分マジで、うん、と思うよ、現金じゃなきゃいいのよ、要はお金じゃなければピンってやるやつ、ピピピンってやるやつ、7個とか、あとはそのあれがついてる IC ついてるクレカじゃないの、あの時もそうだったじゃん、あの3月の
一番の時。ケイティが使えたらケイティがいいんだけど、ペペで拾うでしょ。使えなかったら使えなかったで、パスタの方がいいかもしれない。うん、大丈夫だよ。高いもんじゃないから。まあね。うん、まあ、皆さん一応コースは全部4個あるらしい。ああ、じゃあね、やっぱ、こっちが2個ずつは頼んだあれだね。揃えたいね、初めね。でもランダムか。ね、選べない人どうせ。でもね、一応それは、一応選びたいという、入れみたいなフィールはしてみるけど、うん、でもあれじゃない、まとめて4つ買えばあれじゃない、4枚くんじゃないきっと。2個ずつとか買っちゃうとあれなんじゃない、多分バラバラの判定になっちゃうんじゃない。そういうのってない、まとめて全部買うと。ちょっと負担はするけど、ちょっとちょっと後で現金で返せばいいわけじゃん。いや、そうやって現金で返すのはさ、うん、ちょっと賭けに出るしかないけど、うん、でもそれなら確率高いよね。いや、賭けに出る、うん、賭け、うん、賭けに出るしかないけど、まあそこはもうお金の計算的に言えば多分払わないだろうから。あそれは別にあれじゃん、負けましたって言うんじゃないの。いやいや、まあ、それはちょっとあんま話さないかもよ、そういうことは。まあそれはいいや。うん、だからまあ8月、そう、じゃあ4月だ、うん、30日有明でライブ行ってきますので、皆様の次ある日はその日はうちらあのねポテチ持って帰るからね、それの開封動画もね31日にね。そうだね、こんなだからね、長いなだってこれにさらに水がついてくるんだから、その5本。いやりさ結構すごいんじゃない、だって見たでしょあのツイッターの写真、置き去りに結構なってるんですよ。じゃあその引き取りに来ないで、ね、引き取りに来ない人が結構いるっすね。なんで忘れちゃってんじゃないの、それかでっかくてやめたってなったんじゃないの、もしかしたら。だってお金払って後でその取りに来なくてやっぱキャンセル料で戻ってくるらしいから、はい、そう、ひどいよねそれだけどね。ひどいな、泣いてますよってその待ってるから、箱がかわいそうに、うん、嘘ね、移動とかしてきた人のこと考えてもそんなことしちゃダメだよね、うん、ちゃんと引き取ってくださいこの頼んだ人はね、ね、そういうのダメだよね、やっぱりやっぱマナーっていうかあれがあるじゃん、人間って最低の前の。そう、作ってくれた人でも、いや、体調悪くて来れなかったらしょうがないよ、そういうの。それこそコロナになっちゃって、行けませんでしたって言うんだったらしょうがないよ。うん、だけど、やっぱ基本はね、頼んだんだからダメだよね、引き取りに行かなきゃ。予約してほら、やっぱいらなくてね、思うんじゃん、うん。ダメですよ、お金払ったから何でもいいって思っちゃダメよね、やっぱそこは。ちょっとね。みんなだって汗水でさ、働いてこうやって配送とかしてんだからさ、そこはね、やっぱ。特に一番、ピースはこれキャラしてたよね。本当だよね。これキャラってさ、次元自由じゃないんだよ、うん、今回はリーズとコラボってコラボだからね、あの、言えてくれたね。そうです、だから必ず取りに行ってください、これ見た人はね、お願いしますね。リーズのうちは必ず行きます、取りに行くんで、はい、じゃあ、よかったで、こちらが、こちらが持ってなかったらね、リーズは引きずってくる。いや、二つは厳しいでしょ、一人行くもらわないと。まあいいですよ、とりあえずね、はい、30日にね、行って20日もありますからね、ということで、レーザー登録ね、ぜひともお願いしますね。します。じゃあ、またね。コンサルト、シモン、お願いします。シモンズファッション、お願いします。お願いします。またね。